はい、皆さんこんにちは、こんばんは。小さな巨人兼学ラン戦士ゆきやです。さて、ちょっとねドラドラドラっていう感じの話になるんで、今回はちょっとブリッジはなくすんですけど、しおりの卒業公演に行ってきたじゃないですか。その時お見送りがゆっくりだったって俺話したと思うんですね。ここで俺はまさかメンバーから言われるとは思わなかったっていうことがあって、まあ、今回のね公演のメンバーもまあぼちぼち7割方ぐらい俺のことを知ってるメンバーたちねだったわけですよ。多分俺のことを認知してない人は多分今日じゃない、撮ってる日が今日だけど今日じゃない、いないと思うんですね。多分いないと、ルンバぐらいかな。ルンバ多分ね俺のことちゃんと認知してないと、ルンバ以外は全員俺のことを認知してるはずなんですよ。なんですけど、あの俺の嫌いな並びってあって、吉川七瀬、清水マリアが並ぶのが本当に嫌なんです、俺。この二人が並ぶのが。前にも、エイトの日の時に話したと思うんですけど、この二人が並ぶと、まあ、うるさい。まあ、うるさい。この前の全国握手会の話を見て、まあ、うるさい。まあ、うるさいんです。だから俺嫌なんですよ、そこを並ぶのって結構。でね、俺メンバーのお見送りをね、まあ、山田がいて、なるがいて、とか、まあ、こうやって並んでってて、センターぐらいに来るとあのその2人が並んでるわけです。まあもっと言うならば七瀬、マディア、左右なで並んでたんですね。いやこれ嫌だなと思いながら近づいてった瞬間に、いやこの並び嫌だわと言ったんですよ。そしてなんでよユッキー、てかさユッキー、こっからマジですごいことをマディアが言った。てかさユッキーすっごい太ったんじゃないって言われたんですよ。俺もう久々にお前って言っちゃいましたよね。で横にいた七瀬も本当だよね太ったよねみたいな。でそしたら横にいた最後のほんまに太った太ったってお前らうっせんだよって言っちゃったんですけど、あの前に友達があって12人左右でいいんじゃなくて3人左右なのやっちゃって、俺ちょっと奈々ちゃんとかとほぼ絡めなかったんですけど、そのぐらいマジでお前らそれはやめろっていうことを言われたっていう。メンバーにお前っていうこと自体が失礼なのは分かってるんです。口が悪いのも分かってるんですけど、お前って言っちゃうぐらいびっくりしちゃった。それだけは本当に分かってほしい。びっくりしたのだけは理解してほしいんですよ。いやメンバーから言われることってまあなくないですか。ってかまずオタに対して最近めっちゃ太ったよねっていうマリアのその神経が俺には分からない。しかもしおりの卒業公演のお見送りだからねっていう話なんですよ。いやいやいや、普通の公演のお見送りとかさ、あ善悪とかで言うならまだしもさ、そしたらなんかうまいこと逃す方法が、でもしおりの卒業公演じゃん。もうねびっくりとショックとうーんっていう怒りと、もういろんなことが混ざった結果俺は決めました。8月8日エイトの日までにダイエットをします。ダイエットをします。これはもうね決めた。てか今母とねダイエットを始めてるんですけど、あの夜スープにしたりとかね、いろいろちょっと今食生活を変えてっていうところなんで、まあぜひね清水マリアを見返せるように、吉川七瀬を見返せるように、浜さゆなを見返せるように頑張りたいなと思っています。ということで今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。マリア、ナナセ、サユナ、絶対この動画見たら覚えとけよ。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。絶対許さないか。